はい、こんええーっとですね、えー、今日はポップルの話ですけど、えー、ポップルを初めてですね、えー、もう時期も七ヶ月になりますえいいねの数もね一、えー、万七千0を超えましたえいいねをもらった数はその半分ぐらいっていうかまあこれはあの他の人から他者からのもらった数がまあえー、ですよね え千と思っています現金の引き出しです、はいえー、っとね全部ね引き出してしまうとね、えー、5,000超えの得点のね特典がなくなってしまうので、まあ、5,000超えの得点っていうのは、まあ、5,000以上、えーえー、月末にある人はまあえー 500いいねを、えー、追加してもらえるということと,こと,とあ,であとあの 30, 30いいねから1日30いいねできるんですけどそれがまあ5,000いいね超えだとまあ35までということでねえー、ということに決められているんですえー、そうですはい。 そしてですね、えー、ポップル号についてなんですけどポップル号はまあほぼ毎日、えー、私の方はやっていますけどね大体、はいまあ、いい平均まあ、40いいねぐらい、えー、4, 4回ですかね11回の場所で、えー、10いいね確保できますのでま大、あ、体40いいね、まあ、休みの日は50いいねフルに、えー、5回分ですか活用しています。はい えとですねまあ、毎日やってると分かると思いますけど、ねまあ、ハートの出現する場所っていうのはリまあセブンイレブンの、ねえー、コンビニの場所なので、まあ、毎日やってれば、ねまあ、通勤とか通学の行き帰りに、ね、通,る通る場合は、ねえー、そこでチェックした方が、ねえー、こうがいいねの方がが、ね、結構たまりますんで。で、はい まただねあの雨の日とかまあ用事でいろいろ忙しい場合はねなかなか行くのが億劫になりますんでねまあ、自分のペースでね、えー、自分のペースで、えー、に合わせてやっていきましょうはい今日はこの辺で失礼しますご視聴ありがとうございました。